この前、神社に参拝した時、お守りを受けたのよ。ほほう。その時に、うっかりしてて、やらかしちゃったのよ。何したんですか？お守りって、複数持つと、神様が喧嘩するから良くないって、言うじゃない？他の神社のお守り持ってるのに、受けちゃったから、良くないのかも。あー、それ、デマですよ。でも、お守りって、複数持つと、神様が喧嘩するって聞いたんだけど。まごうことなきデマでございます。説明しよう。そもそもお守りとは語符の一種で、持ち運び可能な小さな札を、お守りとか、守り札と呼んでいます。で、守り札を入れる袋を守り袋と言います。お守りではなく、お札、または新札。こっちは、持ち運びしないで神棚などに祀ります。お札とお守りって違うものなのね。そうなんですよ。お札とお守りはちょっと違います。神棚がないお家だと想像しにくいかもしれませんが、お札の場合、複数の神様をお祭りするってのはままある話でございます。神棚で氏神様と数慶神社の神様を一緒にお祭りして、で別のお部屋、お台所では荒神様をお祭りしていたりとかってのはよくあるんですよ。一つの家の中で複数の神様をお祭りしている。どうしてお守りは喧嘩することがあろうか。いや、ない。ということでございます。ちなみにお守りの材質ですが、紙や木や金属など素材は様々です。お守りの元となるものは神社の中で全て手製で作られるものもあれば、外側の守り袋、つまり布の部分だけ別で作ってもらったりとか、ちょっと変わったお守りだと、ご神木を剪定した時の木材をナイフにしたりとか、守り袋、ナイフ、ともによそで用意するなど、本当に神社によって様々です。神社の中での一般的な流れとしましては、お守りの元を用意した後、それを神前に運んで御霊入れ神事を行います。なぜこれを用意したのか、誰に渡すのか、神様にお願いしたいことを祝詞に込めて奏上するんです。で、神事が終わったら、箱に込めるなり、袋に入れるなり、参拝者に渡るまで汚れたりしないように、天地無用に気をつけて、各神社所定の位置にしまっております。よく、御朱印はお守りみたいなもんだっていう人もいますけれど、御朱印とお守りは全く違います。お守りが神事を行って神様の加護を祈るっていうものに対して、御朱印は神事を行わず、参拝者の参拝という信仰的行為を形にしたものっていう違いがございます。わかったわ。じゃあ、お守りはたくさん持ってても大丈夫なのね。それとこれとは話が別なんですよ。お守りやお札を受けるというからには大切にしていただきます。もう粗末にしてはいけません。神様にお世話になるというからには、それにちゃんと感謝を示すということも行っていただきます。たくさんのお守りを持ってらっしゃる方、ちゃんと全部平等に粗末にしないでいられておりますか？引き出しにしまいっぱなしとか、雑にカバンに入ってるとか、紐が切れかけてるのに放置してるとか、一体もないって断言できます？私、シャトーで見かけたことがあるんですけれど、お守りを10体、20体ぐらい鈴なりにつけて、で、カバンの中で引きずり回してる人とかは見かけたことはあるんですけれど、ねえ、本当に雑に扱っていませんか？いつかはお守りを返納、つまり神社にお返しすることになると思うんですけれど、ちゃんと受けた神社に返せます？お守りを受けた後、それをそのまま放置っていうことはしてはいけないですよ。少しでも雑に扱ってしまう可能性があるのなら、むやみやたらとお守りは増やさない方がいいってことなんですね。というところで、今回の動画はこの辺で。また見てくださいね。バイバーイ。